ささんこハブさんにしましまょうか自分自身を裏切らない努力の姿勢が未来の結果として現れるとまあ努力は裏切らないみたいなのあるじゃないですかでもその努力っていうのが何だろうな自分なんだろうな自分,なな自,分自分を超えている、うん、どういう表現かなうんなんか努力しましたっていうのは本当にその自分自身 を超えててていいいいるののかかっっううが大事なななんじゃないかなっていうところですよね、うん、例えば、その、今までやっていないことを、なんだ、うーん、相当数やったのかやってないのかっていう。まあ、昨日ですね、福岡で対談してきたんですけど、まあ、あの、僕のね、熟成さんで1億も売り上げ作った、あの、鷲津さんとも、こう、話してたんですけど、まあその、まあ、 それ言ったら身も蓋もねえだろうみたいな。<laughs> まあ、鷲津さんサラリーマンいまだにやってるんですけど、まあ、時間がないよみたいなみんな言うわけじゃないですか。で、鷲津さんサラリーマンやってるんですよね。で、その、寝ずにやれと。時間ねえんだから寝ずにやるしかねえみたいな <laughs> まあ、根性論かっていうか、まあ、根性論になりますよねみたいな話をしてて。<laughs> でもね、すごいなと思ったのが、 なんかそのサラリーマンの仕事をやりながらでも、まあ、わしざサラリーマン歴30年なんですよね。30年超えてるのか。で、未だにその、なんか仕事を早く終わらせるためにストップウォッチを、こう、リアルの仕事で、こう、ストップウォッチ回して仕事をやってるらしいんですよ。で、もちろん帰ってきてネットビジネスの、ネットビジネスをやる時も、ストップウォッチかけて、で、やってるみたいなんですよ。まあ、時間ないから。 その限られた時間の中で最大限を集中してやるっていう上でまあその区切ってねで会社でそのストップウォッチ回すのもまあ早く終わらせて早く、まあ、副業をやるためにみたいな話ですごいなと思いましたねだから会社でも会社から帰ってきてもそれやってんだっていうのはちょっと僕はあの驚きというかあ、まあやっぱまあまあそうだよね <laughs> まあ僕は今ね時間あるんでまあストップウォッチなんか回すことはないんですけどうん時間がなかったら限られた時間の中で最大限出すっていうその姿勢ですよねうんでも多くの人は多分時間がないって言ってなかなかやらない人っていうのは会社の仕事じゃあ会社の仕事を早く終わらせて家に戻ってくるっていうためにストップウォッチ回して今の仕事をやっている姿勢はあるのか じゃあ、帰って、家、家、あの、仕事場から帰ってきて、ストップオーッチ回して、限られた時間の中でやりきるっていう姿勢はあるのかっていうと、多分、まあね、全員に聞いたわけでもないし、全員見てるわけじゃないので分かんないですけど、多分やってないですよね、そこは。うん。まあ本当に、あのー、まあ言ってましたけど、まあ24時間しかないから、ものずっとそうなるよね、的な話だったんですけど。 ごも,っともですみたいな <laughs> <laughs> そうまあ鷲津さんはそのなんだリアルのお仕事サラリーマンでもまあ支社長っていうね結構上のクラスの、うん、地位にもいるんですけどだからリアルの仕事会社でもまあ認められてってことなんででなんかその20年ぐらい赤字だったあの支社を なんか会長に鷲津行ってこいと。で言われて、で、この,この3年で、なんか、20年赤字だった死者をね、黒字に持ってったらしいんですよ。で、それ、どうやって20年も赤字だった死者をそれの黒字に持ってったんですかみたいな聞いたら、すごい面白くて、面白いというかすげえなと思ったのが、なんか全部自分でやったらしいんですよ。で、その自分でやったっていうのが、どういうふうにやったかっていうと、なんかその営業を自分で取ってくるんですよね。 成績を自分で取ってくるんですよ。営業で、部下の営業マンに、その自分が取ってきた営業の成績をつけるらしいんですよ。お前が取ってきたことにしていいよ、みたいな。で、鷲井さんがまた営業取ってきて、お前飲んでいいよ、っつって。で、その営業マンは、その <laughs>、インセンティブ発生するわけですよ。自分が営業取ってないんだけど、鷲井さんが取ってきたやつがもらえるから、インセンティブ発生するんですよ。で、 まあそれやられたら動くしかないですよね <laughs>。だからまあ結果的にもう全部わしさんの言うことをみんな聞くようになってでこう動いてみたいな。まあ,あとはまああの経費とかは全部削減してとかそういうそれ当たり前のことやってたらしいんですけどまあそれは言うこと聞くしかないよねとそんな上司まあまあいないじゃないですか。だって営業の成績 つけてくれるんでうやって自分取ってきてないの、ね、営業それはまあ言うこと聞くよねっていう話で、うん、すごいなと思いましたねなるほどねみたいなだまあギブというかね先にまあ,あ <laughs> 与えるっていうか、うん、まあ1億稼ぐ人は、まあ、そういうことをやってたとリアルな仕事でもやってるっていうことですね うん。いや未来変えたいんだったらやるしかないっすねい <laughs> ってらっしゃい